お笑い芸人ウーマンラッシュアワーの村本大輔は偽善である動画をご覧いただきましてありがとうございます。新でございます えーとですねお笑い芸人のです、ね、ウーマンラッシュアワーさんという,う、まあ、コンビがいらっしゃるんですね、で村本大輔さんという方と、中川パラダイスさんという方がコンビを組まれていると、まあ、非常にまあ著名なお笑い芸人さんで、でえー、このですね村本さんという方が、ですね近年、ちょっといろいろ政治的に物議を醸すような発言をされているんです、ねえーとまあ、こと残りはですね一作年になるのかな。 あの彼はですね、えー、漫才の中でですね、えー、そのいわゆる社会的なもしくは政治的なネタを使って物議を醸したと、まあ、その時に原発問題であるとか、あと沖縄の、まあ、基地問題であるとか、まあ、そういうようなことをネタにされたんですね。 のお笑い芸人さんがそういうネタを使うことは全然まあ問題はないんですけども、彼がお笑い芸人さんとして漫才としてそういうネタをしているだけではなくてですね、いわゆる討論番組とかに出てきて、えーまあ、いわゆる結構物議を醸すような発言をされていると、まあ、例えば沖縄なんてあげちゃえばいいとかね、あれはもともと中国のもんだったんだとかね。 相手が侵略してきたらどうするんだっつったらね、いやまあ、その差し上げますとかっつって言ったりするわけですね。自分のもんでもないのに。彼はですね、特に沖縄の問題について、えー、興味があるようで、まあよく沖縄に行かれて、沖縄のいわゆる反基地闘争と言われる人たちの側に立ってですね、発言をされていらっしゃるんですね。で、これもこれでまあ悪いことだと思わないんですね。ただ少し気になるのはですね、彼はですね、あるインタビューに答えて、こういうことを言ってるんですね。 お笑いというのは、いわゆるその弱者の武器であると、弱い者の,の武器であると、強いもの権力のあるものに対して弱いものがその揶揄する、攻撃をするための武器であると、お笑いというのは毒であり、毒というのは生物で言ってもそうだけど、弱い者が持つものなんだと、私,私は弱い者の,のために戦いますとかって言ってる人っていうのをね、あんまり信用しないんですよ。どういうういことかっていうとか あの基本的に人間というのは人を攻撃するのが好きなんですね。人を攻撃したり、まあ、人をまあ悪口を言ったり、人を罵ったりするのが好きなんですね。つまり、何でも、要は人のせいにして、あいつが悪いんだって言いたいわけですよ。で、それはまあ人間として持っている、普通のことなんですね。で、それはもちろん良くないことです。 良くないことであるがゆえにですね、えー、まあ、その、後の教育的にもしくは道徳的に、そういうことはいけませんよっていうのをに教えていかなきゃいけないんですけども、ただ、人間としては、本性としてはそういうものを持ってるわけですね。いわゆる弱者の味方っていう方はね、その人間の本来持っているその攻撃性というものをですね、発露する、対象としてですね、権力というものをですね、規定してるんですよ。実際、日本の中でですね、権力者と戦うなんて言っても、大したことではないわけですよ。 だって日本は民主国家でもあるし言論の自由も守られているであるがゆえに権力を攻撃するってだってリスクがないわけですよ例えばこれがですね、中国であるとかロシアであるとかトルコであるとか、まあ、こういうような国々で権力者権力と対抗し権力を批判するというのは非常なリスクを負うわけです。 だからこういうところのジャーナリスト、ねえー、の人たちっていうのが、例えばトルコに住んでいながら、エルドアン政権に対してね、めちゃめちゃ批判をするっていうのは大変なことだと思います、まさに生命の危機だというふうに思うわけですね、それでも声を上げるっていうのはすごいことだと思う、でも日本なんかでね、えー、そのいわゆる沖縄の基地反対とかなんていうの,っていうのは、別に何のリスクもなくできるわけですよ。 で、それで言いながら、いわゆるその、ある種相手が大物であるがゆえに、自分自身の自尊心も満足し、なおかつ、そのリスクがなく相手を一方的に悪口言って攻撃ができる。で、これっていうのは、個人的にね、ちょっと卑怯なんじゃないのかなと思うわけですよ。あの、実際安倍政権っていうのはね、えー、間違いなく強者なんですね。 でそういう面でいうと、村本さん自身がおっしゃる弱者のための武器であるお笑いのいわゆる揶揄する対象としてあっても全然問題なんじゃないと思うんですよ。だけど、実際に村本さん自身が、ね、寄り添っていらっしゃるその反基地闘争沖縄の反基地闘争というのは本当に弱者なんでしょうかと。少なくとも沖縄においては彼らはめちゃめちゃな強者だと思うんですね。彼ら自身に対する批判ということは現実にできない。 むしろ反基地闘争の人たちが大手を振って街を歩いていて基地を容認しようという人たちは肩身の狭い思いをしている、ね、つまり沖縄の中においては反基地闘争こそが強者であり基地を容認する人間の方が弱者なんじゃないのかなという,ふうに思うわけですねでそういう人たちがまあ疑似的な弱者を演じているということ自体に私は非常な奇弁を感じてですね それに対して寄り添うような形を見せている村本さんというのも非常な偽善であるというふうに思うわけですよつまり彼がやっている弱者のための武器というけどもあなたのやっていることというのは本当に弱者のためにやってるんですかとむしろ沖縄の県の中で、えー、強者の人間に寄り添って一方的にそのリスクがない中において政府を攻撃するという自分の攻撃性の発露を行っているんではないんですかと、まあ、いうふうに思うわけですね で、それからですね、あの、私自身が村本さんに対して疑念を持つのはですね、あの、もう一つある。彼はですね、あの、遠く離れた沖縄のですね、まあ自分自身は全く関係者ではないわけですけど、に行って、沖縄の人たちが弱者であり、弱者に寄り添って、その、お笑いを武器にして戦いますなんていうようなことをやってるんですけど、本当にあなたそう思ってんですかなんでこういうことを言うのかっていうと、村本さんという方は、 自分の周辺の人たちと圧力を起こす人なんですよ。例えばあの方はですね、あの、今現在、その、ウマラシャワーさんという、まあ、お笑い芸人、まあ、コンビを組んでやってらっしゃいますけど、彼自身はですね、10人ぐらいの方とコンビを解消してるんですね。で、それはですね、彼自身が、あその、非常にこう、相方に対して、まあ、いわゆる要求レベルが高いそうで、で、その人たちっていうのは芸能界を辞めてらしい、ってしまったと。 コンビなんていうのはねあの、くっついたり別れたりするものなのかもしれないんですけどそれは10人もっていうのは結構多いんじゃねえのとでなおかつですね、彼自身、まあ、周辺の人とですね、れきを起こすことがよくある、まあ、簡単に言うと嫌われるわけですよつまり彼自身は周りの人自体に対して非常に自分の持っている攻撃性を毎回毎回発露することによって周りの人と圧力を起こしているんでしょうじゃあそういう人が遠く離れた沖縄の地で、まあ、自分と全然関係ない人のために ね、そういう弱者のために何で働こうと思うのとそれ嘘だろうって思っちゃうんですよまあそうとはいえですね沖縄の反基地闘争とかやってる人からするとまあ有名芸能人の方が自分たちに協力してくれるわけだからまあ悪い話じゃないわけですねだけどその周りの人を優しくできない人が、ね、遠く離れた人たちの、まあ、弱者と称する人たちに寄り添ってね強者に立ち向かいますってもうどうもピンとこないんですよね あの中国のね、えー、その、古事成語の中に、まあ、貝より始めようという言葉があるんですね。この貝より始めようの会というのは人の名前ですね。で、これはあの、昔中国の王様がですね、えー、自分のところに優秀な人材が来てくれるようにするにはどうすればいいだろうということを、まあ、という人に相談するわけですよ。自分のまあ側近の人にね。で、その会はですね、えー、その王様に、じゃあ私を優遇してくださいって言うんです。で、なぜかっていうと、 私を優遇すれば、私よりもずっと優秀な人っていうのは、もっと優遇してくれると思って、えー、来るでしょうと、ね。まずう、その私のようなものを優遇するところは始めませんかということで、何かをやるときっていうのは、まず身近なことからやるべきだっていうことから来てるんですね。で、その会より始めようから考えるとですね、自分の周辺の人たちに優しくできないような人、思いやれないような人が、 遠く離れたような、ね、その沖縄の、いわゆる、基地闘争をやってる人たちに、思いを寄せて、彼らと一緒になって、戦うために、政府に対して、お笑いの毒を使うっていうことをですね、するんだろうかと。お笑い芸人さんというのは別に性格が良いある必要性はまるでないよというふうに思うわけですね。周りの人とは軋轢を起こしても、面白い芸をするんだったら、それはそれでいいし、彼にはそういう才能があるんでしょう。でもそこで、 弱者のためにうんぬんかんぬんなんていうような綺麗事はあんまり言わないでほしいんですよね。少なくともあなたは、そんなこと考えてねえだろうと。それは、なぜならば、あなたの周りの人たちは、あなたにそういうふうな気持ちを持っていないから。周りに優しくできない人が、遠く離れた沖縄の人たちに優しくして、彼らのために、そのおお、権力と戦おうなんていうのは、 個人的に見るとちゃんちゃらおかしいなというふうに思うわけですあなたがやろうとしているのは自分自身の持っている攻撃性を正当化する理屈なんではないのか。沖縄の弱者の人たちとあなたが考えている人たちの代弁をして日本の権力者を攻撃するのことがあなた自身の喜びになっている。そのために沖縄というものを利用しているんではないのかと。それは私は事前なんではないのかなというふうに思います。 え動画を聞いていただきましてありがとうございますえ。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアットつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。あと、陳丁芸の方、とショップの方やっておりますので、そちらの方も見ていただいたありがたいなと思いいいままます。最後まで聞いてていただきましてありがとうございます。